はい、これは何かと言いますと、これはヌーボーと言いますね。こうやってこれヌーボー。ヌーボーってのは、かつて、ね、森永という、ね、お菓子メーカーに、あった昭和60年だから1985年にね、あの、お菓子の CM に出てた時にヌーボーってキャラクターが同時にいて、で、それがこうなってたんですね。で、これがヌーボーです。ね。ヌーボーってのはもうのんびりとしたような感じのキャラクターで、こういう風にちゃんとロゴっていうか、こういったものが100円で安かったんですけども、こうやってちゃんと残ってんですね。普通こういったのってね、あの、だいたいなくなっちゃったりすると思うんです。洗ったりとかそういう風にしたりと。でもこれがちゃんと残ってるっていうのがすごいなと思うんですが、まあ、ヌーボーというね、キャラクターで、売りまして、まあ、今で言うところの、まあ、ゆるキャラっていうかね、まあ、ゆるキャラの元祖、まあ、と言ってもいいじゃないでしょうかね。今はご当地のね、ゆるキャラとか、電車の会社のキャラクターでもいろいろいるけども、まあ、そういう全国のゆるキャラっていうか、日本全国にあるいろんなゆるキャラの、まあ、先駆けと言ってもいいぐらいではないかなと思いますね。で、よくこの田代正史さんというね、あの、芸能人の方がいて、まあ、あの人ちょっと残念ながらね、覚醒剤やったりとかね、まあ、痴漢をやったりなんかして残念なことばっかりやってて、で、それでね、あの、何回も捕まってね、で、それこそまあ、覚醒剤で、逮捕されちゃったんですよね。うん。田代正史って、ろくでもないおじさんがいたんですよ。ね。ただまあ、ね、CM とかそういったところとかでね、長年ヌーボーのまあ CM をやっていて、出ただけにね、まあ本当に残念だったなとしか、残念だったなとしか思えないですしね。まあ、ああいうふうに田代正史みたいになってしまうとね、まあ残念ながら世間的な信頼関係ってのはなくなってしまいます。ね。ですから、まあ、当たり前ですけど、麻薬だとか悪いことばっかりやるとかっていうのはダメなんです。で、この田代正史ってのは嘘ばっかりついてる人ですね。だから、結局、ね、一度捕まって、二度目捕まって、その時出てくる時に周りの人が、はい、もう反省しています、もう二度としませんって嘘ばっかり言って、結局また同じようなことして捕まる。だから最終的に、あれですね、もうあの、亡くなってしまいましたけど、志村けんとかのね、若富様にも共演してたから、まあ、志村けんももう、ほとほと呆れてしまってね、もう、田代には、もうあいつはどうしようもないやつだと、もう言われてしまいましたからね。うん。だからまあ、そういった悲しい結末になるんですよ。だからね、そういった中で、そういう、まあ、で、悪いイメージっていうのがこうついちゃうと、このヌーボーもかわいそうですよね。で、そうするとヌーボーとしてもね、その、なんていうのかな、こう、あんまり世間的からね、こう忘れ去られてしまうっていう存在になってきて、かわいそうだなと思う。でも最近ヌーボーはね、新しくこう、かつてゲームボーイとかの出たらしいんだけども、まあ、最近ヌーボーは、そのゆるキャラの、元祖ということで見直されましてね。で、結構こういうの かわいいねっていうことで、アニメなんかでもね、登場してきて、ヌーボー独自のアニメっていうのが出てきてですね。で、そういったところでこう登場するようになりまして、まあ、最近密かにヌーボーの人気っていうのが、こう復活をしてきてですね、高まっていったということで、まあ、これはこのヌーボーの持ち出す力なんですよね。で、これは当時のものです。ヌーボーって確かお化けじゃなかったかなと思うんですが、まあこれでは芝居神ですね。芝居神だから、まあこれもやはりゲーセンのクレーンゲームなんかにいたキャラクター、クレーンゲームにいた中にこの人がいたという可能性があります。ヌーボーって確かこれお化けだと思ってですね。お化けのキャラクターなんですが、まあなかなかこう可愛らしくてね、本当にこう、ゆるキャラの先駆けと言ってもいいぐらいのもので、これちゃんと立つんですか、こうやってるとね。こうやってるとなかなかね、こう足がこうなってるから、こうやってちゃんと立つんですか、こうやって。立つところがね、
なかなかこう、面白いなと思うんですけど、こうやってね、ちょっとヌーボーらしさっていうのが出てると、なかなかこう、いいなと。今にすればもうかなり貴重な、ものになるかなという感じですね。どうもありがとうございます。